本シリーズでテーマとしているモダンデータスタックはクラウドの特性を生かした新しいデータプラットフォームの在り方ですこれからのデータ分析環境について知りたい方はぜひ最後までご視聴くださいそれでは本編スタートですこの動画では DBT というツールの解説をしていきたいと思います DBT というのはデーータ変換を効率よく開発できるツールになってますその DBT のツールの紹介とか解説をこれからしていくんですけれどもその前に前段の話としてここ10年におけるデータ分析基盤全体の変化についてお話しします。 ここ10年でデータ分析基盤の中で変わったところと変わってないところっていうものを踏まえた上で DBT というツールの解説に入っていきますではこの10年においてデータ分析基盤で変わったことっていうのは一体何でしょうか昔のデータ分析基盤昔っていうのはだいたい今から10年以上前になります昔のデータ分析基盤っていうのはインフラが中心でした 何でかっていいますとデータ分析っていうのはまず大量にデータを貯めますその貯めたデータに対して何らかの計算処理を行うこれがデータ分析における基本的な流れになります。 昔はインフラっていうのは非常に限りがありましたのでデータを貯めておくストレージをどうするかとかそこに計算処理をかけるコンピューティングはどうするかっていうものを先に計画立てておく必要があったんですねここをちゃんとしないとですねデータがどんどん増えたり新しい分析要件が出てきた時にどういうふうにスケーリングさせるかっていうところができなくなったりしますあとは単純にどういうふうにストレージデータを格納するかとかですねストレージをどういういもの するかかを決めておかないとどんどんですねストレージのコストがかかったりしますと、まあ、とにかく先にですねそのインフラのアーキテクチャをどうするかをちゃんと考えないと現実的なデータ分析基盤が作れなかったっていうのもあるのでどうしてもインフラが話題の中心になってましたエンジニアの方は当然これでいいんですけれどもデータ分析を実際にやる側ですねデータアナリストの方とかマーケターの方とかからすればインフラのアーキテクチャがどうこうっていうよりも本質はですね どういうデータ分析をする必要があるのかとかそのためにはどういうデータが必要なのかっていう方が本質的な問題ではあったんですけれどもその前にまずは基盤としてのアーキテクチャをどうするかを決めないことにはデータ分析そのものにも話が進まないのでアナリストとかマーケターの方からすれば本質的な問題ではないんですけれどもまずはチーム一丸となって基盤のアーキテクチャをどうしていくかっていう方に焦点が行きがちでした。これが今 今からら10年ぐらい前前もしくはそれ以上前のデータ分析基盤になってきますでは今2021年ですけれども今のデータ分析基盤はどうなのかですけれども先ほど言っていたインフラに関わる部分はですね今はほとんどクラウド化されていますものによってはインフラがクラウド化されてるだけではなくてサービスとして提供されているものも多く出てきました今この画面に映してますけれども例えば真ん中 データウウェアハウスデータを貯めるところですねこちらスノーフレークとか GCP のビッグクエリーとか AWS のレッドシフトとかありますけれども全部クラウド上ですのでデータをどれだけ入れられるかとかですねスケールアップダウンどうするかみたいなことはいつでもインターネット越しに変えることができるので昔みたいにあらかじめアーキテクチャについて計画立てる必要はなくなってきてます。 データウェアハウスを取り巻く他のツールですね。データウェアハウスにデータを定期的に入れるデータパイプラインっていうところに関してもそうですし、貯めたデータを可視化する BI ツールに関しても全部どんどんクラウド化、もしくはクラウドサービス化してきています。ですので、データ分析基盤全体が要するにクラウド化してきているっていうことで、データ分析基盤全体について、もう昔みたいに先にインフラのアーキテクチャをどうするか っていうのを厳密に計画立ててておくく必要はなくなってきましたまずはクラウドサービスを使ってみて実際に使うデータとか要件に合わせて常にスケールのアップダウンとかスケールのインアウト要はスケーリングをそのデータに合わせてつどつど変えていくっていうこういう風な方向に変わってきたっていうのがデータ分析基盤におけるここ10年の最大の変化だと思います。では逆に ここ10年でデータ分析基盤の中であまり変わっていないことっていうのは一体何でしょうかそれはデータモデリングの方法になります。データモデリングっていうと聞き慣れない言葉だと思われる方が多いと思うんですけれども要するにデータ変換のの処理もともとあるローデータをいろいろいじくって分析要件に沿った形に作り直すっていうことをデータ変換の処理と呼んでます。 わかりやすい例で言うと BI ツールのために分析しやすいデータマートを用意するみたいなのが挙げられます。そのデータマートを作るための処理がデータ変換処理。もっとちょっとかっこつけて言うとデータモデリングって呼んだりします。この方法が10年ぐらいあまり変わってないっていうお話なんですけれども、ほとんどの現場がですね、おそらく Python などのですね、プログラミング言語で処理を独自にゴリゴリ書いてですね、その作った処理、まあ複数の処理があると思うんですけれども、それを ジョブ管理ツールアパッチエアフローとかあると思いますけれどもそういったツールでコントロールして定期的にジョブを回すとそして定期的に分析に必要なデータを生成し続けるっていう運用をされてる現場が多いと思います。これはここれは10年であままり変わってませんもちろんですねプログラミング言語とかツールそれ自体のアップデートもしくは新しいツールの登場みたいなのはこの10年でもいろいろあったと思うんですけれどもこの方法の枠組みそのもの あままり今も昔も昔変わっていませんでこの方法はですねまずこれらのプログラミングがかけてツールも扱えるスキルを持った人間が必要ということで、まあ、人件費がかかってしまうっていう問題もあるんですけれどもそれ以上にもっと大きい問題がありますそれがですねこの方法をとってるとデータ分析の民主化っていうものの実現が非常に難しくなってきます。 データ分析の民主化っていうのは、組織の誰でも、誰もがいつでもデータを使えるようになる。どんな人でもすぐに欲しいデータに対して分析ができる。そういう環境をデータ分析の民主化と呼んだりします。最近で言うと、デジタルトランスフォーメーション、DX とか言ったりしますけど、そういった概念にも、このすぐに誰でもデータが使えるっていうのは入ってきてます。これが先ほどの方法を使ってるデータ分析基盤だと難しいというお話になります。なぜかと言いますと、まずで データを分析する側データの利用者側がですねすぐに必要なデータが使えないからですね新しいこういうデータが欲しいって言うとエンジニア側が先ほどの技術を使って新しくデータを作る処理を開発しなきゃいけないので作るまでにどうしても時間がかかります先ほどのプログラミングとかツールを駆使して作るのでデータが作られる過程が非常に複雑ですで複雑が故にですねデータを使う側もらう側はですねどういう うに作らられていいるのかがかがわないんですね要はデータの生成の過程がデータを使う側から見るとブラックボックスになってます。ってなると数週間あるいは数ヶ月かけてもらったデータがですね、本当にあっに てるのか正しいデータなのか信用できなくなってきます。なぜならどういう風な計算処理が施されているかがすぐにわからないからです。ですので時間がかかって信用できないデータしかもらえないってなってくると最終的にどうなるかっていうとデータを使う側はあの手この手を使ってですねデータの大元のアクセス権限をもらって独自に SQL を発行しまくるっていう風になります。 こうなると人それぞれ俗人化した SQL が大量に発生してもう一体どの SQL で取れた結果が本当に正しい結果なのかいよいよわからなくなってきます。海外ではデータカオスなんて言ったりしますけれども本当にデータ分析全体がですね混乱する混沌としてくるようになってくる可能性もありますっていうのがこれまでのデータモデリングの方法です。ここでやっと DBT というものが出てきます。 DBT というものは先ほどから何度か出てきているデータモデリング、データ変換を効率よく行えるツールになっています。この DBT っていうツールは大きいコンセプトが2つあります。1つは SQL さえ知っていれば誰でもデータの変換の処理が開発できるっていうものです。後で詳しく説明はするんですけれども、ひとまず Python とかのですね、プログラミングを覚える必要はありません。SQL さえ分かっていれば DBT を使うことができます。 もう一つはソフトウェアエンジニアのようにデータ変換の処理が開発できるっていうものになります。こちらも後で詳細は説明するんですけれども、アプリケーションとかを開発するエンジニアの方っていうのは、作ったコードをですね、バージョン管理して、そのロジックのテストもコードで書いて、そのテスト自体も自動で行われるようにしたりしてます。であとは自分が開発した処理の仕様をまとめたドキュメントを作ったりとか、そういうことをするのが普通なんですけれども、この DBT を使うと、 変換の処理理ににに関しても、バージョン管でですととか、自動テストみたいななことが簡単にできるようになります。それではここからは DBT というツールそのものについて説明していきたいと思いますデータ分析のシステムの中のどこで何をするのかっていうところから解説していきたいと思いますこちらは先ほどもお見せしましたがデータ分析基盤 あるいはデータ分析の一連の環境といったものの概要図になります左から右にデータが流れていきます真ん中にあるのがデータウェアハウスここにデータを貯めていきます一番左からいろいろなデータが流れてきてデータパイプラインという仕組みを経てデータウェアハウスの中にロードされていきます貯まってきたデータは 右側にありますけれども BI ツールで可視化したりあるいはもっと別のツールで特殊な分析を行ったりしますもしかしたら機械学習とかに使われるかもしれませんこういったデータ分析環境の中で DBT っていうツールはどこで何をするのでしょうかズバリですね DBT はデータウェアハウスに対して処理を行います もう少し深く掘って言うとデータウェアハウスの中にあるデータに対して変換処理を行うツールになりますデータウェアハウスに入った入ったばかりのデータですねローデータを DBT 上で定義してそのデータに対していろいろな変換処理を行っていきます行った変換処理が問題ないかどうか確かめるためにテストも行いますテストして問題があれば変換処理の見直しを行います それを繰り返して問題がなくなれば開発した一連の変換処理を本番環境にデプロイしますデプロイしたデータ変換処理の仕様をドキュメントとして残すためにドキュメンテーションの機能も DBT は備えていますさらにデータ変換処理は全てコードですので Git リポジトリと連携してバージョン管理を行うことができます 先ほどテストあるいは本番環境へのデプロイっていうお話をしたんですけれどもテストとかデプロイの時に何か問題があればアラートを飛ばすようなこともできます DBT には大きく分けて2種類存在します1つ目は CLI 版の DBT こちらがオリジナルなんですけれどもこちらはオープンソースのツールですので誰でも無料で使うことができます 自分の PC、自分の端末にインストールして使うツールになってます。名前の通り、コマンドラインで操作するものになってます。そちらをですね、クラウド上にホスティングして、SARS 形式で利用できるようにしたもの、それが DBT クラウドというものになってます。こちらは、データ変換の開発からデプロイ、あるいは定期的にその処理を実行させるっていうところまで、全部この DBT クラウド上で行うことができます。 こちらは基本的には有料なんですけれども1人で使う分には無料ユーザー1人までだったら無料という形になっていますウェブ上のシステムですのでログイン時認証時にシングルサインオンをかませるっていうこともできたりします次の動画では実際の DBT の特徴についてご紹介いたします実際 DBT を使ってどういうふうにデータの変換を作っていくのかっていうところがわかるような内容になっていますご視聴いただきありがとうございました